蜂蜜のまろやかな甘さとアップルの爽やかな香りが楽しめるカフェインゼロのルイボスティー飲料が登場。伊藤園より2024年10月7日に日本全国で発売したタリーズ&ティーブランドより、蜂蜜のまろやかな甘さとアップルの爽やかな香り、そして心地よいルイボスの後味がお楽しみいただけるルイボスティー飲料タリーズ&ティー蜂蜜アップル&ルイボス。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ、本日もよろしくお願いします。開けていきたいと思います。ではいただきます。蜂蜜のまろやかな甘さとアップルの爽やかな香りに心地よいルイボスの後味が楽しめていただけるルイボスティー飲料です。カフェインが含まれていないことから、妊娠期、授乳期中の女性やカフェインの過度な摂取を控えている方はもちろん、あらゆるシーンでお飲みいただけます。清涼飲料水、内容量は 450ml、 希望小売価格税別180円、税込み194円、販売地域は日本全国。本品は蜂蜜を使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。 100ml あたりエネルギーは 28kcal です。アレルギーは使用していません。評価は5です。アップルが入っていない無果汁なにもかかわらず、アップルの風味がして、なおかつもう蜂蜜紅茶ですよね。ルイボスティーの独特の味わいというのがね、全く感じられない。蜂蜜の味わいが強いので、蜂蜜紅茶っていうネーミングが正しいと思います。ルイボス好きにはもしかしたら、なんか蜂蜜が強すぎなんじゃないっていう、蜂蜜の甘さがほとんど出てんじゃないみたいな、そんな感じではあるけれども、ルイボスがちょっと飲みにくいな、ちょっとなっていう人にはおすすめの味になってるんじゃないかなと思います。蜂蜜がね、結構主張が強いんで、蜂蜜紅茶を飲みたいって方にはおすすめじゃないかなと思います。これでカフェインゼロで飲めるというタリーズ&ティー蜂蜜アップル&ルイボス。アップルも入ってないんで無果汁だけども、アップルの味を飲みました。お味となっておりました。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。では